2017年秋、17歳の時にトラックにはねられ、17年間昏睡状態だったおじが目覚めた。イレルラーズ、グランバハマル、トナ、ガルトエバーリレクス。頭がおかしくなっていた。あのさ、おじさんの異世界での仲間ってどんな人たちだったの？ 特に攻撃的なやつがいてな、毎日まとわりついてきて嫌がらせっていうか、俺が何やっても人格否定とか罵倒とかしてくるんだよ。触らないで、勘違いしないで。あんたみたいな大奥顔と一緒で吐かずにいられるのは私ぐらいのものね。とにかく嫌がらせの言葉がひどいんだ。 適当な街で巻いて逃げたよ。ツンデレ概念の一般化は2004年頃、おじさんが旅立った4年後である。異世界おじさん、7月放送開始。 違うわよ。 ずっと一緒にとか変な意味に取らないでよ。 待って、 そんな急に。 おじさんがなんかとんでもないことしようとしてる。